Podcast.午前11時48分を回りまして、音の葉に乗せて11時台後半曜日代わりのコーナーです。毎週月曜日は平安散歩をお届けしております。今年の NHK 大河ドラマが光る君へという紫式部が主人公の物語ですので、紫式部の周辺の人物とかね、その時代の出来事なんていうのを基本的にはお話ししているんですが、そう、お約束してましたよね。夏の暑い時期にちょっとヒヤッとする話をしましょうかって。まだ今日8月19日ですけれども、結構暑い状態続いてますのでね、今日音量の話をします。平安時代、光る君へドラマをご覧になっている方であったりとか、あと源氏物語かね、何かこう平安の文学をこれまでこう読んだことがあるよっていう方、結構音量とか息量とか出てくるんですよね。でドラマの中でも呪詛っていう言葉がね出てきて、結構おどろおどろしいでしょ。今みたいに科学的にいろいろなことが解明されていなかったりとか、わからないことが多かった時、何かあるとそれはこう音量の仕業って考えられることが多かったんです。で音量もいろいろなんですけれども、音量って基本的には恨みを持ってで人に災いをもたらす霊のことなんですね。古代からもういろんな怨霊の存在が伝えられています。例えば志半ばで亡くなったとか、何かでこう追いやられてしまってね、非業の死を遂げるとか、そういう人たちが怨霊になったって言われるんですけれども、その中でも特に恐ろしい力を持った日本三大怨霊と呼ばれる人がいまして、これ実はですね、かなり以前にもなるんですが、番組でお話をしたことがあるので、もしかしてご記憶の方いらっしゃるかと思うんですが、日本三大怨霊はね、全部平安時代の人なんです。平将門、神田明神にね、江戸の総鎮守でございます神田明神に祀られております、平将門、この人もね、日本三大怨霊の一人、結構ね力強い。あと崇徳天皇はですね、大河ドラマでも平清盛とか、あの辺りをご覧になっていた方はちょっとご記憶にあるんじゃないかと思いますが、結構な感じの恐ろしい人です。そしてもう一人がですね、菅原道真なんですね。あれ、菅原道真って学問の神様じゃないのって、なんで学問の神様怨霊なのってね、思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、実はですね、この菅原道真も、日本三大怨霊の一人ということで、非常に恐れられた存在ということになります。菅原道真はですね、西暦の845年頃に生まれたというふうに言われておりますので、亡くなったの903年なんですけれども、紫式部なんかよりは、100年ちょっと前くらい前の時代の人っていうことになるかな。同じね、平安時代でも、平安時代結構長いので、紫式部なんかよりはだいぶ前の時代の人ということになります。で学者であり政治家なんですね。で幼い頃からとっても賢いんです。学問に秀でて、特にこう詩歌とか、そういうことに優れていました。で時の宇多天皇という帝に信頼されて出世を重ねるんです。で醍醐天皇の時代になりますと、右大臣になるんですけれども、右大臣って朝廷の中では左大臣に次ぐナンバー2ですから、ものすごい出世をするわけですね。本人が意図したかどうかは別として、すごい出世するんですけれども、何せ菅原道真は菅原さんなわけです。藤原さんではないんですね。でもともと学者のお家に生まれて、学問に秀でてるところから、そうやって政治でも取り立てられてということになりまして、他の貴族たち、特に藤原の人たちにですね、の反感を買うわけです。
ね、時の左大臣は藤原の時平という人なんですが、この人にですね無実の罪を着せられたというふうに言われています。そして左遷された先が九州の太宰府。そう、菅原道真は学問の神様として太宰府天満宮に祀られてますよね。実はね、あれはね、あの無実の罪を着せられたあの左遷だったっていうふうに言われております。で、あの通説としてこの藤原の時平に、よってあの失脚をさせられたっていうふうに言われているいまして、それもあの藤原氏のね多支配席の一つっていうふうに言われてるんですけれども、実はね、あの道真を失脚させたのは時平じゃないんじゃないかっていうのが最近は割とこうあの説としてね、あの違うんじゃないか、そこちょっと違うんじゃないかみたいなのが言われてきておりますので、果たしてどうなのかなというところなんですけれども、まああの太宰府に左遷をされましてね、あの今でこそ九州この辺りってすごいあの華やかでね賑やかなところですけれども、都から遠く離れてますよ。あの失意のうちに、その2年後都に戻ることなく、道真は亡くなります。でその後です、道真が亡くなった後、都ではですね、あの天災が頻繁に起こるんです。特に雷、時平はね、その子は間もなく若くして亡くなるんですけれども、時平の子周りの人たちも割とこう若くして亡くなった人がいたりとか、またあの、雷がね内裏に落っこちて、その雷によって数人の貴族が亡くなるとか、そういう大惨事が起こるわけですよ。で、あの事件に衝撃を受けて、醍醐天皇も病気で亡くなったりということで、もうこれはね道真のたたりだっていう噂が都で流れるわけです。その後ですね、道真の怨霊にが現れまして、あの自分を祀る社を建てるようにっていうふうにお告げをしたというんですね。それによって福岡には太宰府天満宮、そして京都にもありますよね、学問の神様有名なの、そう北の天満宮、そのあたりがですねそれによって創建されたっていう風に言われてるんですね。で、あの実はあの道真はですね学問の神様という風に、まあ、信仰を集めていますが、当初はね雷神様として祀られるんです。そう、あの天神様とか雷神様ということで、そう雷の、ね、神様っていう風にね祀られているんですけれども、何せ生前すごくあの優秀な学者であったということから、次第に学問の神様として信仰を集めるようになります。そして道真と言いますと有名なのがね、あの飛梅伝説って、皆さんご存知ですかね。あの菅原道真すごいね梅が好きだったんです。で、あの都を去る時に自分のお庭に、あの京の都のねお庭にある梅の木に向かって、こっち深場匂いをよこせよ梅の花、主なしとて春を忘るなってね、梅の花って東風が吹いたらね私の元まで香り届けてくださいって、主人がいなくなってもね春を忘れちゃいけないよ、春になったらちゃんと花咲かせるんだよって、いい香りをさせるんだよって、そんな歌を詠むわけです。で、その歌を聞いた梅の木が道真を追って太宰府まで飛んでいったっていう飛梅の伝説が残っておりまして、太宰府にね根付いた飛梅は現在もすごく大切にされています。樹齢はあの1000年を超えるって言われるんですけれども、あとあの全国の道真を祀る神社ってすごくたくさんあるんですが、そこにもあの株分けされて各地で受け継がれているというふうに言われているんですね。で、あの、太宰府なんかでもその梅門が見られたりとか、あと有名な梅替え餅っていうあのお菓子があって、ね、それあのこう太宰府にお参りに行った皆さんが結構召し上がったりとか、ほらあの、受験生がいらっしゃるお家なんかではそのね梅替え餅を一生懸命あの召し上がったりとかされるんじゃないかなっていうふうに思います。あの道真がねどうしてそのどういうこう無実の罪を着せられたのかっていうと、こう自分のねこうあのこうなんだろう近い人物があの帝になるようにっていうこう画策をしたなんていうふうにも言われてるんですけれども、そのあたりもね
本当のところはどうだったんだろうか。あの時平とすごくね、あの長年にわたってこうあの因縁があるなんていうふうに言われていたんだけれども、あの実は当時2人には対立関係がなかったんじゃないかななんていうふうにも言われて、近年はですねその2人の関係性というのも非常にあの疑問視されているところではあるんですけれども、実際に道真はあの太宰府に左遷され、都に戻ることなく2年後に失意のうちにその地で亡くなるということになります。そしてこういうね、あの怨霊のお話が、怨霊のこう伝説的なね話が出てくるということになりますが、どうかな、ヒヤッとしたかな。学問の神様、実はあの日本三大怨霊の一人でしたというね、そんなお話でした。今日は菅原の道真のお話でした。さあ番組ですが、この後コマーシャルに続いてね、間もなくあの12時台に入ります。12時台はお天気情報からのスタートとなります。この後もお時間がありましたらどうぞ番組お付き合いください。引き続きの皆さんからのメッセージもお待ちしています。お寄せいただけると嬉しいです。See you in the next episode.